モテコンウェシージョモテコンウェシージョは、チリで夏期間に飲まれる甘くて透明なノンアルコールドリンクである。小麦と桃から作られ、しばしば道端のスタンドやカートで売られている。乾燥した桃を砂糖と水、シナモンで煮込み、茹でた殻付きの小麦と混ぜて冷やして作る。砂糖の代わりに蜂蜜が用いられることもある。乾燥した桃が使われない時は、 ディースカーゼイドウスと呼ばれる。稀に桃の代わりにプルーンが使われる場合もある。また乾燥した桃の代わりに桃のジャムを用いることもある。桃も小麦もチリ中央部の地中海性気候に適した作物であり、チリでは夏期間の非常に人気のある飲み物である。また家庭でもよく作られ、材料はスーパーマーケットや小さな雑貨店。 ファーマーズマーケットでも購入することができる。瓶入り、缶入りのものも一部で市販されている。ファーマーズマーケットで販売される材料を乾燥した桃はよく洗い、一晩水に浸す。十分に水を吸ったら、シナモンスティックを加えた、砂糖水で30分以上煮る。蜂蜜色を与えるため、砂糖を別の鍋でカラメル化し、シロップに加えることもある。桃を調理している間に、 殻付きの小麦を柔らかくなるまで水で茹でる。小麦が茹で上がったら絞り、桃のシロップに加えて冷やす。長いデザートスプーンを添えて、背の高いグラスで供する。道端で販売されるモテコンウェシーショ。ありがとうございます。